丹波市の神社では新型コロナウイルスの収束を願って配布するアマビエの御布が人気を集めています。丹波市三南町の三宮神社は平安時代にはその名が登場し、健康長寿や厄除けなどの御利益があり、地元の人から三宮さんの愛称で親しまれています。今この神社で人気を集めているのが妖怪のアマビエを描いた御布です。アマビエは江戸時代の瓦版に登場する妖怪で、私の姿を書き写して人々に見せよと伝えたとされることから、疫病を鎮める妖怪として一躍有名になりました。神社では感染拡大に対し何かできることはないかと考え、アマビエを描いた2種類の御布の配布を始めたということです。アマビエさん、はい、まあやっぱりちょっとコロナっていうのは身近に感じられますか？そうですね、感じますね、うん、目に見えないので怖いですね、うん、こうして話してますけど、ひょっとしてどちらかが持っているかもしれないですって思うと、はい、とても皆さん不安になっていて、心の持っていきようがないので、何かそうお役に立てたらなと思って、お配りさせていただいた次第です。三宮神社は御布で少しでも不安や心配事が和らいでほしいとしています。